はい、はい、ココムスナドンブサルです。お、どうもアルカディアです。ソンプリンセスマッケイです。ネゲランデヘドメドーナスです。アルカディアとムスタングが描いた漫画のキャラクターやってーキャラクターやってはい、まあ、前編があるんで、そうですね、詳細はそちらで。まだ字幕かなんかで言うことがある。そうですね、まあまあまあ、まあ、そうですね、じゃあ、 アルカディアとムサンが前書いてた自作漫画のキャラクターの名前を2人に当ててもらおう。はい、まず僕とかだと分かっちゃうんで。そうですね。で、こう4問目に当たります。1、2、3。そうですね、まあ、でもムサンの編から1問目って感じで。あ、分かりました。はい、じゃあ、はい、早速書きます。お、はい、お願いします。新単語とかいろいろ僕たちね、知識も前回で、ね、前編でやっぱね、前回、はい、リブスクでしたね。奇跡さ、ナノの方をさ、無敵くん倒したの。無敵くんをでも抹消しました。新しいって話。無敵くん、無敵くんはどうだったらね。そうですね、じゃあ、あー、夏い。じゃあ、はい、こちらです。はい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 、このキャラですね。名前はテロと、はい、はい、だって、あれじゃん、第2部の主人公じゃないか、そのアホと同じ時の主人公じゃん。そうですね、主人公なのこれ。これ主人公、第2部のね、はい、第2部主人公。いや、主人公来ちゃった。ちなみに過去編もあります。過去編もいい。過去編、過去編いらないですか。その情報いいや。ちなみに、ひらがな3文です。そうだね、ひらがな3文字で、別にひらがなで書いてるだけで、別に何だろう、意味としてはカタカナになるとかそういうのもある。いえ、もうひらがなでもいいし、もう漢字でも3文じゃない。漢字でも3文だね、はい。最近ではヒゲが生えて、ロコシみたいな、強いんでね、その、はい、書いてて爽快感が。こいつの必殺技はゲススライサーです。あー、一番使うやつだ。そうですね、一番使う技ですね。あと消費コストが少ないみたいな。そう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 、ゲススライサー、俺が考えたの。そのそうですね、はい。で、なんかこんな感じで、そうそうそう、こんな感じで。あと、なんか怒りもあってね。あ、殺務です。あ、殺務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 です。殺すに夢で、レイニーロジャー一回こいつに殺すとやられて、ね、おい待て待てってページをめくって、漫画ならではの解放を使いました。そうですね、レイニーは頭が回ってるやつだ。いや、知らんねえ。分かんねえ。今の情報何も意味ないでしょ。名前は別になんか日常的に出そうな感じですか。まあ、でも出なくもないとは、そのなんか、まあ、強いやつを表現するときに出たりはするかもしれないですね。まあ、思い出して話すらしようかな。話す、話す、話すか。あー、書きました。じゃあ、どうしましょう。悩み抜いたガッティ君から。いいですか。僕、パンチ。パンチ。パンチ。手の拳が。あー、なー。3文字で考えること。はい。すごいよ。はい、ここまでこじつけたことが素晴らしい。俺も、はい、バトル君。バトル君。時間でしょ。いい名前ですね。バトル君。はい、じゃあ、はい、正解は不死身です。そうですね。ああ、こいつは殺しても知らないですよ。一回俺が死んだわけじゃないんですけど、この中で一回消したことがあるんですよ、俺が書いてる担当のところで。それに激怒したムスタン君がアホを殺したんです。なんか作品でね、喧嘩してる。じゃあ次の問題いきますか。はい、いきますかね。はいはい、お願いします。いや、これ絶対わかんねえだろ、これ。俺は連続だけどね。全部わかんないけどね。このキャラ、はい、じゃあ2回目のキャラはこれです。はい、人間。え、口あったよ、口。あ、口あったっけ。そう、口だけあった。え、棒人間ですか。棒人間です、これは。おー、第3部の中ボスでしたよね。そうですね、はい、敵なんだ。あ、第4部だ。敵だって言ってるんで、最初は敵で、仲間になる。改心して仲間になります。仲間になる。きちんとアメフトもやってますから。アメフト、バスケもやります。バスケもやります。バスケ、バスケポイントガード。オーバー。カタカナで、伸ばし棒最後にあるんですよ。で、4文字。4文字、はい、伸ばし棒を抜いて4文字。抜いて4文字、丸々、計5文字。ちなみに必殺技が毒沼っていうやつ。いや、ちょっと違った気がする。持ってる剣はこれね、でかい剣なんですよ。体験幅広の体験なんです。王から授かったやつね。そう意味ないですか、技には。技にはちゃんと一応、あ、闇沼だわ。と、闇沼だ。そう闇沼で剣を地面にぶっ刺すと、なんかブワーって広がって飲まれるみたいな。こいつの攻撃値として、ミジクって。そうそうそうそいつが使う必殺技、ゾウホロス。待って、
待ってください。もう一回。今の情報、なんですか、ミジク。ミジクは何ミジクはね、リップアルタング型の145ぐらいのやつで、フェンシングみたいな。はい、レピアです、レピア。レピア、レピアで。名前しての単語に、こっちの普通に使う意味での、なんか意味のあったりするんですか。こっち、日常で。日常で使う。これ言ったらいいのか分かんないけど。そうだよ、コンビニ。それはちょっとまずいよ。そうでしょ。じゃあ。じゃあ先に書いたら出しておこうかな。いいですか、はい、エネミー。あーでも取れてないじゃん。5文字だよ。5か、ごめん。早い、外れか。まあまあでも、まあ悪いところはないですけどね。でも実数足りてない。実数足りてない。じゃあガティもね。俺もフリーザー。あー、もう新規キャラといえば、はい、正解はモンスターです。そうですね。ザ。スノブザが出た。いや、そういうことか。モンスター。モンスター。あー、うわー。あ、いいんじゃない、武器は。武器はいいか。うん、でこいつめっちゃむずいよ。こいつやりますか、じゃあ。いや、でもとりあえずいいんじゃないですか。はい、じゃあ、はい。はい。じゃあ、第3のキャラはこれです。はい。顔がどっかで見たことありそうな顔。ヒントとして○○の○○っていう。○○の○○、はい、で一応名前もあるんだけど、まあ、そっちで呼ばれるのそうですね、ほとんどは、はい、○○の○○って、その○○にあるのは漢字です。両方の漢字、両方の漢字、はい、○○の○○。漢字2文字の漢字、2文字の漢字、はい、最近だとなんか頭だけのロボットみたいなのを戦ってました。そうだったっけ。情報俺ら知らないのか。とにかくまあさ、はい、強くて頼りになるんですよ。だって側近なんですよこいつは。そうだね、はい、あの敵側の、しな、第一部の敵側な。そうです、第一部の敵側の側近なんですよ。しかけました。はい、じゃあ、どうだろう、出すことだな。マジっすか。はい、じゃあガティ君から。どっちだ。ガティ君から行きますか。僕はもう天才の化身。あー、これダメだ、負けた気がする。そう、俺もう、いや、ダメだかもしれない。じゃあ、いいっすか。はい、出す。はい、羅刹の羅漢。あっ、何ですか。そしたら、難しい字はないよ。難しい、もうやべえわ。簡単だね。じゃあ、答えは、魔王の右腕。あー、シンプル。マウンマやん。そう、だから、俺のことね、まあ、本当の名前はデーモンなんですけど。そうです、デーモン。だけどもずっと右腕と呼ばれてる。ずっと最初魔王の右腕、魔王の右腕で通ってきてて、それでやべ、こいつ名前ないじゃんってなって、そのでデーモンでいいんじゃねみたいな、見た目的にみたいな。見た目になるほど、なんかの称号かと思ってたわ、僕たち。あー、ことで、あの、まあ0点ですね、みんな。いや、もうちょっと申し訳ねえな、これ。いや、もう全然、もう当てると思ってんのかよ。いや、まあ、思ってはないね。レイに当たったから。レイにすごい、それだけで。マジですごい、本当に。それだけ、すごい、まあまあまあ、よかった。奇跡よ、なんか見どころ、剣の描く奇跡です。おー、やった。すげえ。ただ100体いますからね。めっちゃいるよ、マジ。女とか見るからね。おみつとかね。おみつとかね。エルとか。あ、エルな。エリプアルタング内のマドンナな。あれだよ。マドンナおる。よく見るとうざい。もういい、もういい。やばい、この2つの前編と後編でなんかすごい疲れたわ。そうそうそう、あ、もう本当に、ね、いや、いろんなキャラいるんで、本当に。これね、今度も詳しくね、作品ね、読みたいですわ、ぜひ。ここまで来るとね、ちょっと知りたいところはあるね。じゃあ、終わりで。ジャス、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 ジャス。読んで理解できるかちょっと不安だけど。